この番組は輝く女性を応援するちょっぴりエッチで面白い大人のバラエティ番組です。輝きチャンネル、輝きチャンネル、キラキラ。この番組はですね、はい、輝く女性を応援する番組です。前回も出ていただいた、はい、輝きから、はるひさん。はるひと申します。ありがとうございます。デリバリーヘルス輝き在籍、はるひ。スタイル抜群の圧倒的美女、パッチリした目が魅力的。キラキラ。そして今日のゲストは、はい、めちゃめちゃ僕らより存在感あるから、ね、すごいですね。もう泉真奈さんです。真奈ちゃん、何ですよ。泉真奈さんです。もう最低、最低だな、いやでももう真奈ってすごい間違われすぎて、もう別に真奈じゃないけどまあいいやみたいな、まあ、何でもいい、本名じゃないんで別に。インフルエンサー泉真奈、元ヘアメイクアーティスト、現在はアパレルブランドのプロデュースなどで活躍中。まあよろしくお願いします。そうですか、はい、いない方がいいですね。もう大丈夫。まあそれは先悪いですけどね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんですか。今回はですね、はい、泉さんの、はい、メイクがお上手なんで、お二人のどちらかに日曜大会ご一緒したんですね、はい、ギャルメイクをやってもらおうと。なるほどね。しかもギャルなんですね。ギャルメイクがあるの。そうでしょう。でも綺麗にキラキラ輝くなんかギャルにしたいな。輝く、輝くじゃない、輝くじゃない、輝くメイクね、女性。でもウィッグとかも用意されてないですもんね。ウィッグとかないんで、この素材で、キャップギャルで。これどっちかですよね。そうなんで、どっちか決めましょう。だってこれヒゲですよ、僕。でもやっぱ僕の意見言わせてもらうと、はい、やっぱ名前間違えてるんで、はいはいはい、そこでちゃんと仕事をしてほしいんで、もう決まったようなもんなんですけど、じゃあせーのでいきますか。はい、じゃあいきましょう。多数決ですよね。いきますよ、せーの。おー、全員いっちゃう。待って、なんだよこれ。もう潔く自分しなさいよ。そっちの方が面白かった。じゃあもう始めます。すごいですね、道具が。すごい。でもちょっと私もうメイクを離れて結構経ってて、はい、もうメイク道具全部友達にあげちゃって、自分のなんですけど。でもそれでもこんなにあるんですね。はい。前もっとあったんですね。前はもっとありました。でちょっと下地とか本当は塗るんですけど、はい、メイクする前に保湿してとか、はいはい、でもそれちょっと省きますね、はい、そのまま塗りたくりますね。塗りたくって言うの。一回ちょっと結構大胆に、変なおじさんになるんだよこれ。いや、これめっちゃさっさとサクッと早く終わらせるためにね、尺をあんまり使わない。手際いいっすね。メイクはお仕事でされてたってことですか。あ、そうです。私ずっと女優をやってて、 AV 女優やってて、はい、引退してから、はい、なんかヘアメイクの仕事に裏方に回ったみたいな。すごい経歴ですね。だから女優さんにずっとメイクしてて。逆に。お、そうなんですよ。すごいな。ギャルメイクとかが多いですか、するの。最初はギャルメイクばっかりでしたね。やっぱ自分がギャルだったから。もうギャルはずっとギャルしてたんですか。ずっとギャルでしたね。え、はるひさんはギャルメイクとかは。ギャルメイクが高校生時代の時とかちょっと肌焼いてみたりしたことあったんですけど。そうなんすね。不評すぎて、そうなんですか。あまりにも周りからやめた方がいいよって言われすぎて、すぐやめましたね。日野さんギャル歴は。まあ、ギャルを。ギャルはあったから、ね、ロン毛だったから。絶対。あ、そうなんですか。そうなんですか。すごいロン毛だったんですよ。え、本当。本当にロン毛ですよ。ギャル男だったんですよ、ね。ギャル男では、ね、そんなに焼いてはないけど。じゃあちょっといけそう。まあ、ちょっとシャーフィンもサーフィンもやってた。シャーフィン。シャーフィンやみたいな。ちょっと格好つけて言おうとしたらおかしくなっちゃった。これはすごい。確かにちょっと眉毛でなんかちょっとなんか外国人っぽくなってきてますね。眉毛の幅を広くしたいんですけど。そんなちょっとメイクして。お、あれ、あ、こんくらいいきたいな。ブラフィ、あれなんかね、疲れてる時の目みたいな。なんか眠たそう。これを固定するの。できるかな。ちょっとまぶたがおじさんで、まぶたってなんか垂れ下がってるじゃないですか。なんでこれずっといろいろ老化が重力みんなからいろんなパンチ受けなきゃいけない。重力に負けちゃいますからね。サンドバッグじゃないんだよ。あ、やってました。アイプチはなかったけど。はい、目開けてください。メザイクめちゃくちゃ流行った。ちょっと上見てください。そう待って、誰誰誰誰誰誰
顔が ちょっとすごい彫り深い感じでね。え、なんかあんまギャルっていうか外国人の方にどんどんなってるけど、こっちの目はすっごい入りましたね、うん、ちょっともう一回こっちの目笑顔もなんかちょっと確かに少女漫画っぽくなってきた。あ、いいね。急にまつげとかこんな楽しみ。やべ、どうなってんだろう。なんかすごい甘い匂いがする、これ。そう、これちょっとチョコレートの、ね、匂いする。ちょっとこれ、糸ですか。じゃ、古いか。それ古いって言われたらね。カラコンとまつげでだいぶ変わりますね。いや、マジカラコン本当に入れてほしいな。本当、目に入れたことない。ゴミしか。ゴミ入っちゃったんでしょ。入ったんでしょうね。今からアイライン。アイライン。目元が大事ってことですか。ギャルって結構目がすごいなんか印象的な、すごい目に重きを置いてるイメージがあってください。目しかなんかいじられてない気が。上見てください。なんかドキドキします。こっちまでなんか呼吸止まりますね。呼吸止めてない。怖い怖い。引けました。はい、じゃあ次こっちです。なるほどね。通してください。やっぱアイメイクすごい、めちゃくちゃ変わりますね。すごい器用ですね。うん、器用。でも自分でもやってんじゃないですか。私も松井くんだから、 あのつけない、はいはいはい、つけまつげつけなくて。あ、ちょっと待って。おなんかギャルかな。何かで、なんか宝塚感がすごい。うん、朝かるし。そうですね、宝塚。おいや、そう、ちょっとその私がね、見せたのはね、漬物をね、持ってくるの忘れちゃって、急遽買ったんですね。そう、急遽買ってきたから、バサバサなんだけど、ギャルには足りない。ギャルはもっとすごいってことですか。そう、だ私はこんな短いのつけないんで。それがもう短いですね。それ普通ってことですか。そう、私はね、いやでも普通の人からしたら多分バサバサすぎる。バサバサ。私もつけまつげつけてた時は、もうちょっとナチュラルな。もっとナチュラル。もっとナチュラル。ね、私も思ったのと違う。そうなんです。いるんだよ、マジで。え、ぶった？いるんだよ。なんか、あの、なんかギャルじゃなくて、なんか決まって、このままで出勤、出勤前の出勤前の人だと割れる。あ、なんかギャルじゃなくて、してウィッグたまに、ちょっと酔っ払いに怒って、あんた何やってんのよって、カツラ取った時みたいです。で、じゃあちょっと口紅を塗って、もう、やっぱね、しましょう。女はね、紅を引いた時に。そう、もうちょっと、あれにしますね。ギャルはやめました、私。あ、もう方向転換。あ、もうなんか、やっぱ。ギャルやめて何ですか。いや、もう完全に。2丁目。2丁目。もう夜の女みたいな。夜の女。でも、ひげ生やしたりしてる理由が、うん、日常生活は普通のサラリーマンをしてるからみたいな。あー、バックボーン。うん、あ、勝手になんか妄想してた。意外と子供とかもいてね。そうあの、多分ビッグとかあったら美人っぽい。確かに、うん、1両目で働ける、うん、なんかどういうこと。あなたがやったんですよ。マジがやったのよ。あなたがやったんですよ。そう、ちょっと、え、その表情はなんかね、今モデルっぽい感じ。なんかこの、こういうなんか見下す感じがめちゃくちゃ良かった。もう完成でいいですよね、これね。完成。なんか、ね、言葉、どうですか。いや、なんかごめんねって感じ。見てよ、もう見てくれないですよ、長く見てくれない。じゃあ、見てもらう。素晴らしい、すごい。まず、はい、ドキドキ。マジ綺麗。緊張する。めちゃくちゃ綺麗。ね、全然とか抑えてるし。あ、女子待って、おばちゃん大阪のおばちゃんじゃん。ギャルって聞いてましたもんね。おばちゃんじゃん。おばちゃんじゃないの。おばちゃんじゃないの。ちょっと持ってきなさいよ、これ。いいから、
ちゃ、アメちゃん。じゃあお腹すぎる、アメ持ってて、アメ持っててっておばちゃんだこれ。髪何これもう。でもそれ、それとか着たら、カーディガンとか着たらもっとぽいじゃないか。確かにね。ピンク。そう、ピンクで。はい。結構嫌いじゃないかも、これ。嫌いじゃない。いや、なんか、この角度的には。あ、変だ。お姉スタイリスト。お姉スタイリスト。むしろメイクさんみたいな。弟子いいわよ、いいわよ、超えてよ。ダメ、あなたのこのスタイルダメよ、今日の髪色に合ってないの。おバカメイク。おバカメイク。おバカ。ファッションチェックして。ダメだし。チョイブスみたいな。やってそう。でも一番自分がチョイブスみたいな。おっとおっと。言ってんの、うまいこと言って。え、満足ですか、的にはもう。いやね。いや全然、いやでも、もう面白かったということでは満足だけど、うん、でもギャルメイクをするって言うんだったらもっとちゃんと用意したいし、私も爪をやっぱなくさないと やりにくいし、うん、もっとできたのに、もっとっていうのが、俺もね、髭があるしね。でも多分お衣装も多分もっとギャルになったのか、尺ももっと使っていいんだったら、ね、ちゃんとしっかりもっとやったしっていう、なんかある意味いそうだから、うん、成功っちゃ成功です。そう、だから成功もそう、成功ある意味成功かな。よかった、大成功。最後、締めてください、その、うん、おねはい、おねスタイリストで流し目がすごい美人でしたよ、はい、輝きチャンネルを流し目どうでしょう、また来週なんて流し目やるだって流し目言ってたの、また来週また来週またね、また寄っていて、寄ってって社長、全然終わりね